イグニスの料理うまかったな。何度目だい、そんなこと。プロンプトだっけ。何、辛気臭い顔してんの。テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。王子のとこに帰りなよ。私のものを奪う側の人間だったんだ。もうみんなに合わせる顔なんてない。一緒に旅してたくせに王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げてあんたのことを頼んだぞ。いい仲間じゃないか。みんな無事？まあなんとかね。いろいろあったんだろうけど、自分の責任を果たしに帝都に向かったよ。そっか。あんたは一緒に行かなくていいの。俺のことなんか言ってた。特には言ってなかったね。でも、あんたが死んだかもしれないって王子が不安そうだったから、カツ入れてやったよ。そっか。嫌われたわけじゃないのかな。仲間と旅を続けたいなら、自分でちゃんと言いな。仲間でいていいのかな。でも
俺がいたらみんなに迷惑かけるかもしれない。もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてるや、うじうじと。だったらどうする。人からどう思われるかが怖い。自分がどうしたいかわからない。そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。明日私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。やるか。チャンス。うわ
片付けてやる。
どうかこれからもノクティス様のことを支えてくださいますようお願いいたします。ノクトを支える、僕が、僕でいいの、一緒にいていいの。ノクトもみんなもそれを望んでくれている。そうだった、僕、そうだった俺。行かなくちゃ。アラネア、俺も行く。ちゃんと決着をつけるよ。過去にそうしたいって自分で決めたんだ。足手まといなら置いてくよ。ここか。いよいよだね。乗り込もう。冴えない顔してんじゃないよ。
よ、気をつけろ。弾がもうない。やるしかない。情報によると、最深部に新型がある。新型って、今までの窓アーマーとどう違うの？
バーサタイルは魔導アーマーと融合して自分を改良し続けるつもりらしい。奴の作った死骸はインソムニアを壊滅させた。破壊するなら今しかないね。でないと大変なことになる。急いだ方がいいね。ターゲット発見。排除せよ。ターゲット発見。排除開始。行くぞ。
24年10月24日記録。魔導兵の量産体制が確立したことにより、帝国はルシスを圧倒し、インソムニアは包囲下にある。だが、これで満足するのは平である。地下死骸を生成する際に、ごく稀に失敗として生まれる死骸。その非順応性ゆえに、死骸そのものの利用は考慮されていなかったが、魔導兵を凌駕するあの力を利用しない手はない。思い返せば、私の研究は死骸と共にあった。死骸研究を進め、死骸そのものを利用できれば、さらなる躍進につながるは必然である。我が研究こそが帝国の基盤である。狂ってる、こいつ正気じゃない。私の研究も完遂する。自我を確立したままの死骸か、さらにはその気化死骸を意識を残したまま魔導兵器化することに成功した。試作機は魔導兵器としての能力はダイヤウェポンには及ばぬが、問題はない。気化死骸の形で幾度となく乗り換えることができるからだ。全ての問題は解決された。あとは
この体で体現するのみ、人としての最後の記録に謝辞を述べよう。我が研究をここまで後押ししてくれたアーデン・イズニアに対する感謝だ。かの者との出会いによって私は神を凌駕する究極の存在に至るからだ。アーデン、なんであいつの名前ばっかり出てくるんだよ。全部あいつのせいで。
装填完了。意識混濁なし。全システム正常。インモルターリズ起動。外だ。でっか。あれが新型。